あちらが有の中町にある JA、兵庫六甲、まあ、内の、あの施設ですね。でこちらが、まあ、10年ぐらい前、畑として使用されていたところですね。まあ、結構な面積あります。あの奥のところまで、手前のところから、まあ、一応ここから入っていけるようにはなってるんですけども、もう草がすごく、生えて、耕作放棄地になってしまってるんですけども、まあここは、まず一つもったいないなと、思っています。向こうが、丸亀製麺所さんや、まあ、周りの風景はまあこういう風なところですね。あとそちらも、もしかしたら耕作放棄地なんじゃないかなと、思います。その特にネギだとか、まあまあ人参だとか、そういうふうな食べ物らしいものを特にこう栽培してるわけじゃなくて、もともと残ってた種とかからこういうふうな花が咲いてるんじゃないかなと思うんですよ。そのビニールかぶせてるところでもともとそのちゃんとした食べ物を作ってたと思うんですけど、ちょっと僕の知識ではよくわからないんです。あのほったらかしになってるのか、まあ、向こうの方ネギ一応ありますから、まあ誰かが手入れされてるんですかね。まあ空いてたらもったいないなとは思います。あの小麦粉の輸入量が、数年前が470万トンで、こう近年577万トンまで増えています。でお米も輸入していて、今1ドル150円という為替相場なので、ある程度商業原理で、その飲食店とかで海外からのお米を安いから買っていたっていう部分もあったらしいんですけども、日本国内で、輸出で米売ったりとかもしてますし、米を輸入もしてるんですね。だから輸入をしないで自分たちで作った方がいいと。変な行き来がある、エネルギーの残存量もあり、石油とかガスの方ですね、無駄な貿易が多いので、あと小麦とかの、どちらかというと小麦畑とかを作れたら作りたいなと、この辺の気候にあんまり大丈夫だと思うんですよ。あんまり関係ないと言いましょうか。まあ近くに丸亀製麺所さんがあって、まあ本田さんがあってと、まあこういう通りのところですね。以上です。まあまあ お米作るしかないんだったらお米の方向性ですね。まあまあ先ほど撮影していた苗のところなんですけども、 JA さんので、こちらも耕作放棄地だと思われます。結構な面積なので、あちら奥のところまで含めて、でこの辺りのところもどうかなと思います。